800m 競走の決勝がスタートです。そしてバックスタート前で行われております男子三段跳び3回の試技が終わり、トップ8が決まっています。スコアボードどうぞご覧ください。3回終わってトップは筑波大学松下君 16m19、 梶川君が 16m13、 岡部君が 15m99 で追展開です。トラックは現在先頭が長谷川体育施設の岸川さん、筑波大学の増田さん、岸川さん今シーズンはアメリカ遠征で力をつけてきました。そしてその後ろ増田さんが